はい、ということで5時になりました。はい、今日なんですけどもどうでした？いや、このむさびを2時から5時、3時間ノンストップ回った結果ですね。やっぱり力量の差っていうのはすごいですね。3時間かけて視覚伝達デザイン学科で9割方時間かかりましたね。はい、まあ、120人ぐらいの生徒の作品があったということで、視覚伝達デザインだけで120作品ということで、もうほぼ我々そのに時間を費やしました。はい、まあ、でも楽しかったですね。そうですね、はい、いろいろインスパイアされた面もありますし、はい、まあ、単純に作品鑑賞は楽しかったんですけども、まあ、そういう中で我々仕事として予備校学科講師としての視点で今日もしっかりと物事を観察していった3時間でしたけれども、まあ、その視点から言うと、まあ、いろいろな指摘すべき点もありましたね。はい、やっぱりいい作品っていうのは本当に際立って他との違いっていうのもたくさん見つけることができました。はい、まあ、ビジュアルコミュニケーションということで視覚伝達デザインの、まあ、まさにその視覚やデザインのコミュニケーションツールとしての伝え方みたいなところをしっかりと訴えて、またそれを装置として作品に生かして研究している作品、非常にいいものも多く見ることができました。はい、まあ、いろいろなね、その作品によってはできているものとできてないものとあったりしましたけども、どうでした？そうですね、やっぱり力論差が非常に大きくてですね、はい、やっぱり指令の力っていうのはすごく大きいんだなということと、はい、もう一つはやっぱり基礎力ですよね。はい、この基礎力ではないとこの指令が教えてくれる内容に受けきれないっていうですね、はいはい、そういう部分も時々の作品の中にはまあ見受けられたと、はい、それを考えるとやはり大学に入る前の、はい、入る前の段階で、はい、この大学という教育を受けるだけの力、はいはい、そういったものを身につけとかないと、はい、伸びりしろが非常にないんだなと、はい、ということで美大予備校で勉強する意義というのは大きいんだなということを改めて感じました。はいはい、そうですね、視覚伝達デザインということで、まあ、卒業制作の作品においてもまあ、その視覚伝達というものを強く意識させるプレゼンテーションしている作品あったんですけれども、その中でやっぱり我々がいいなと思ったのは基本をまずしっかりとシンプルなプレゼンテーションの中に基本というものをまず提示していると。まあ、基本この研究テーマにおける基本4つはこれですというのがまず提示されていて、その上で実験的な、まあ、ある種そういうリサーチの過程を提示して、そして結論まで導き出しているっていう、まあ、この3段階の作品っていうのはプレゼンテーションとして非常にきれいに完成されているなっていう印象でしたね。はい、ですから、まあ、テキストが多すぎるとやっぱりビジュアルの力を削いでしまいますので、視覚伝達デザインという学科の中で、まあ、この勉強領域というものを深く掘り下げていたような卒業生の人はですね、まあ、テキストはシンプルに基本的なところで整理してまとめ上げて、あとそのビジュアルでテキストで不足している部分を補足して伝えていくっていう、まあ、ビジュアルの力を最大限引き出しているような作品っていうのを
いくつかありました。それはやっぱりいいなという 感想ですね、はい、文字が多ければいいっていう問題はないんですけども、少ない文字の中にどれだけその作品についてのエッセンスをまとめ上げるかっていう力は、これは国語力の力になりますね。でやっぱりそのいい作品っていうのは美術大学生としての技術がありますから、その視覚ビジュアルの部分がかなり入念に実技作り込まれていた作品、これが非常に良かったと思います。はい、という感じで5時あたりは暗くなってまいりましたけど、これで、はい、我々学科チームの武蔵野美術大学令和4年度の卒業制作展訪問ツアー、はい、これで締めたいと思います。まあね、後ろにキャンパスマップもありますが、非常に、まあ、3個か4個かぐらいの会場に視覚伝達デザインがまたがってました。皆さん時間にゆとりを持って、はい、明日来ていただけるとよりよく見れると思います。ありがとうございました。はい、では私これから自転車でまた立川の方に戻ります。まあ大体30分ぐらいでムサビから立川美術学院ドアトゥードアで30分あれば自転車で行きます、はい、で先生は高野大学、はい、はい、ありがとうございました。とても有意義な武蔵野の美術大学卒業制作展でございました。本当にいい作品も多くてとても楽しかったです、はいはい、デザイン情報学科で最後リクエストの弾き語りをしてくれた地下の展示室のうさぎの月の弾き語りの作品の方、リクエストありがとうございました。本当に素晴らしい弾き語りと可愛いキャラクターと、はい、我々もすごく刺激になりまして、はい、とても素晴らしかったです、はい、ますますうさぎのキャラクターや歌が発展していくことを我々も見ながら応援していますので、はいはい、ぜひ全力を尽くしてください、はい、YouTube 始めるって弾き語り言ってましたよね、はいはい、YouTube 始められた暁には、はい、ムービータチビムービーアニキャットで、はい、弾き語りの、はい、トリオでまた YouTube 盛り上げてきたと思います、はい、またきっとそういうつながりが、はい、いい効果を生み出すんじゃないかなと。本当に我々のためだけに、はい、リクエスト予定になかった弾き語りをしてくださって、はい、感謝感激してます。はい、そうですね、はい、感謝感激しております。ありがとうございました。はい、前回の動画でですね、前回の動画ムービーたちご覧になりました。見てます。前回皆さん見てますかね。